九州地区選手権準優勝戦第10レース枠成進入3対3インコースから1番2番3番4番5番6番スタートしました。インから1号艇の長野スタートを決めました。1周の1枠1号艇の長野がまずはインから逃げる。3号艇の森永逃げて回る。さあ芝2号艇の石倉その内入ろうとした。4号艇の篠崎は入りませんでした。逃げる1号艇長野の内側スーッと上がっていく2号艇の石倉陽子。スタートは前提正常でした。さあ直線では1号艇の長野がかわしていった。1周の2枠長野がトップで回る。6号艇の佐藤川を回してから指します。2号艇の石倉陽子。先頭は1号艇です。長野総志郎2番手が接戦になっています。さてここまで振り返りましょう。船足どうですか。昨日ちょっとずれてたんですけど今日はもうなんか初日みたいないい感じになってます、はい、全部がいいですか。今走った感じじゃ全部いいと思います、はい。まあ、この感じで、はい、優勝戦もいけると思います、はい。明日優勝できるように頑張ります。応援お願いします。去年トーチ周年を制した前田がイン1コースからそして本番2コースまで来ました。5号艇の西山貴博準優勝戦2つ目第11レース1番5番2番3番4番6番スタートしました。角から3号艇の増田が好スタート。インからは1号艇の前田もスタートを決めていますがさあまずは1号艇の前田が逃げて3号艇の増田が逃げて続く。内側から5号艇6号艇4号艇ですが1号艇の前田がトップ。スタートは前提正常でした。逃げたのは1号艇の前田。今シリーズは乗り心地が気に入ってらっしゃるんですよね。そうですね。もう初日からそこだけはすごい良かったんで、はい、もうそこを外さないようにと思って、はい、過ごしてます。ここまでの福岡でもかなりいい方でしょうか。まあ、乗り心地に関してはですね、はい、いいと思います。足はやっぱいい時他のいい時ありますけど、はいはい、でももうこういう時が実際成績はいいんで。あ、そうですか、はい。明日優勝できるよう精一杯頑張ります。応援してください。深川が動きますが1コースには1号艇岡崎康弘です。準優勝戦第12レース1番5番2番3番4番6番スタートしました。第12レース3コースから2号艇の羽野がトップスタートを放った。インから1号艇の岡崎も伸び返してまずは岡崎が先に回る。差しを狙って2号艇の羽野外を回した。3号艇の枝尾がここはトップに立った。スタートは前提正常でした。3号艇の枝をまくりました。優勝戦進出おめでとうございます、はい、ありがとうございます。かっこいいレースでしたね。いや、はい、いいレースができました。攻めるレースはしたいと思ってたんですけど、はい、まさか外を回る羽目になるとは思わなかったので、はい、決まってよかったです、はいはい、現状どうですか。そうですね、まあ、威張れる足ではないんですけれども、まあ、今のかかり具合と握って回った後の出足関係も日に日に良くなっていっているので、はいはい、もう切れ気を考えたら十分と思います。そうですか、はい。いや、もう今節はもう福岡の、ね、地元開催なので気持ちは入れてきたので、はい、もうやることは全部やりきれてます、はい。明日の一走も悔いのないように走ります。ご声援お願いします。